私、石破茂はこの度の自由民主党総裁選挙に立候補をいたします。38年間の政治生活の集大成として、これを最後の戦いとして原点に戻り、全身全霊で皆様にご支持を求めてまいります。テレビ東京政治部の斉藤慎一郎です。自民党の石破元幹事長が9月に行われる自民党総裁選挙に立候補することを正式に表明しました。石破氏が総裁選に立候補するのは5回目で、今回が最後の挑戦と明言し、背水の陣で臨む構えです。これまで4回総裁選で敗れてきた石破氏が今回はどのような戦略で臨むのか、これまでの総裁選の結果を振り返りながら解説します。石破氏は鳥取県出身で、29歳の時に衆議院議員に初当選し、これまで当選12回を重ねるベテラン議員です。安全保障分野をライフワークとし、防衛大臣や地方創生担当大臣、党の幹事長、政調会長など要職を歴任しました。そんな石破氏が出馬会見で使ったキーワードは守るです。自民党派閥の政治資金事件をめぐっては、改正された政治資金規正法を守り、政治資金の透明性向上に取り組むと強調しました。ルールを守る政治でありたい、金のための政治ではない、政治家のための政治ではない、それを確立することによって、初めて自由民主党は政治は国民の皆様方にもう一度信頼してもらえると思っています。また政治資金事件について、国民の審判を受けなければならないとして、自身が新総裁に就任した場合、早期に衆議院の解散総選挙に踏み切る考えを示しました。石破氏は近く記者会見を開き、公約を説明する予定ですが、その公約のベースになるのが、石破氏が今月発売した著書、保守政治家、我が政策、我が天命です。石破氏の政治姿勢や政策についてまとめられていて、憲法改正については、戦力不保持を謳った9条2項を削除した上で、現在の自衛隊を国防軍に改めて憲法に明記すべきだと訴えています。また、石破氏が10年以上前から訴えてきた災害に対応する新たな省庁、防災省設立への思いも記されています。石破氏は現在の防災対応は自治体ごとにばらつきがあると指摘し、災害や復興に関する知見を一元的に国が管理する組織が必要だと主張しています。こうした石破氏の強みは高い知名度と世論からの支持です。次の総裁候補を尋ねる世論調査では常に上位で、出馬表明した地元の神社にも多くの支援者が集まりました。ありがとうございます。嬉しいです。はい、ありがとうございます。石破総理、どうも。出馬表明は国会など都内で行うことが通例ですが、石破氏は地元で出馬表明を行うことで、地方の党員票の拡大や他の候補者との差別化を図ったとみられます。一方、国会議員からの支持が課題で、この課題を克服できないからこそ、これまで総裁選で負け続けてきた背景があります。石破氏は2008年以降4回総裁選に出馬しました。2012年の総裁選では、1回目の投票で165票の党員票を獲得し、安倍元総理を上回りましたが、党所属の国会議員のみで争われた決選投票で逆転負けを喫しました。過去に総裁選で石破氏を支援したある国会議員は、石破氏について、みんなが総理になってほしいと言うから総裁選に出るというスタンスだった。推薦人集めなど頭を下げることは他の議員がやっていたと不満を漏らしています。別の自民党関係者も、いざという時に頭を下げられない人だと話すなど、自民党の一部に石破氏が総裁になることに抵抗があることは確かです。石破氏は出馬会見で自身の弱点について問われた際にも、この課題について言及しました。
会議員の皆様方のご理解を得る努力を十分してこなかった。独りよがりや多くの方々のご理解を得る努力、そういうところがあった、努力の不足、そういうことがあったことは率直に認めるところであります。あとわずかの間、それがどれだけ乗り越えられるか、自らにその課題を課して全力を尽くしてまいります。今回石破氏はすでに出馬に必要な20人の推薦人を確保したと会見で明らかにしていますが、石破氏の周辺議員によると今回の推薦人集めは石破氏本人が直接議員と面会したり電話をするなどして確認作業を進めたということです。こうした石破氏の姿について周囲はこれまでと違い頼もしく見えていると話しています。ただ総裁選までに推薦人となった国会議員以外からの支持をどこまで広げられるかが課題となります。特に今回の総裁選は10人を超える候補者の名前が浮上し、より多くの候補者が立候補すれば1回目の投票で誰も過半数を獲得することなく上位2人による決選投票となる可能性が高くなります。決選投票は国会議員票367票、各都道府県連票47票で国会議員票の比重が高くなるため、石破氏としては決選投票を見据えて国会議員の支持を広げたい考えです。また前回の総裁選で連携した河野デジタル大臣、小泉元環境大臣との関係も注目されます。河野氏は正式に出馬を表明し、小泉氏は30日に出馬を表明する予定で、小石川連合と呼ばれる国民人気の高い3人が分裂し、石破氏の強みである党員票を奪い合う形になることが予想されます。石破氏は小石川連合について根底ではつながっているものはあると思うと話し、今後の連携に含みを持たせています。尊敬する同僚であらばこそ3年前にそういうような連合を作って党員の皆様方にお願いをした、その気持ちは今も何ら変わるものではありません。互いに競い合うことがあったとしても根底でつながり合うものがあるとすれば、私はあると思いますけれど、新しい政権というのは誰が総裁になってももう主流だの反主流だのそういうことではない。小石川というのがこれから先もその核になる、そういうことがあるといいなと思っております。今回の総裁選は自民党の派閥が解消されてから初めての総裁選となり、候補者も乱立する見通しです。石破氏が過去の反省を生かし5度目の正直を目指す自民党の総裁選は9月27日に投開票されます。